今日はね、浜寺昭和小学校で講演会させていただきました。小学校6年生の児童たちと、あと保護者の皆様だったんですけども、ね、こう小学校6年生に、この話難しいかなって思いながらも、こういつも通りの話をね、あえてさせていただきました。中にはね、こう周りに照れながらですけど、こう涙を流しているこう子どもたちもいてくれて、何かちょっとでもね、こう子どもたちの心に、あ、病気ってこうなんだって、なんかね、あ、大切な人ってこういうことなんだっていうのをね、感じてもらえれば嬉しいなって思います。でもみんなの楽しみ生活、この日常、この当たり前はずっと続いていきます。だったら、この当たり前にありがとうをいっぱい伝えてください。今日一つそれを皆さんと約束したいと思います。でもこうやって保護者の方と子どもたちが一緒の場所で、その中で話させていただく、なんかそれがまた家帰ってね、一緒の会話で少し何か、今日の時間振り返っていただければ嬉しいなって思っています。今後ろ見てください。みんなのことを思っているお父さん、お母さん、保護者の皆さん、みんなのことをめっちゃ愛してくれてます。みんなのことを叱る時もあるかもわからない。でもみんなのことをものすごく愛してくれている。周り見て、友達いっぱいおるよね、友達いっぱいおるよね。喧嘩することもあるかもわかんない。でも友達にありがとうって伝えてみて。横見て、先生いるよね、授業厳しいかもわかんない。久しぶりにね、久しぶりというか、こう地元の講演会だったんで、千代高校出身やでとかで、俺春中やでとかって、そういう会話がね、いっぱいありましたけど、元気もらいました。ありがとうございました。ありがとうという言葉で病気に勝つことはできません。でもそのありがとうの言葉で心を救われる方々が、笑いたい証。